どうも、岡山県すいます芸人、江西明義です。エニシング、オーケー。さあ、僕は岡山県玉野市にあります、高昇山、観音寺さんにやってきております。さあ、今日は山ということで、この観音寺の裏にあります、天狗山、ここに登ってみようと思います。まあ、高さはね、あの100メートルぐらいのもんなんですけど、実は道中ね、むちゃくちゃ険しいところがあったり、結構登りがいがある、もう大勢の方が登られる、そんな山なんですよ。そして頂上に変わったものがあるんですよね。実は見えております。我々が目指すのはあそこです。天空の鳥居と呼ばれるこの玉野市の名所でございます。もう険しそうなのが一目瞭然ですよね。今日は頑張って登ってみましょう。 OK! ということで、まずは観音寺のご住職に話を聞いてみました。天空の鳥居はどんな場所ですか？はい、天空の鳥居はそうですね、天の気をいただき心を空にする場所ですね。海の光がこう反射して全てのこう宝物、世界の宝物をこういただいたような気分になる場所ですね。よーし、行きましょう。お寺の境内のこの奥の部分ね、この旗が立ってて、ここからが登り口になるんですよ。この辺はね、まだしっかりと整備してくれてるんで登りやすいんですけど、まあ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 、この辺は序の口、元気出して行きましょう。さあさあ、ここからは早送りで道中をご覧いただきましょう。この辺りはまだまだ足場も非常に良かったですね。少し進んでいくと柵が見えてきます。この奥に扉がありまして、ここを開けて入山していくというわけ。この奥にお堂があるんですが、そのお堂がある中腹をまずは目指していきますよ。景色もまだあまりよく見えません。さあ、お堂が見えてきました。よいしょ、中腹のお堂です。さあ、せっかくお堂着いたんで手合わしましょうよ。この後もしっかり無傷、もう本当にもう無事故、本当に安全に登りきれますようによろしくお願いします。あげい、神様にエニシングオッケーも見てもらえたので、奥に進んでいきましょう。これ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 、こっちっていうことなの。もうだいぶ年数経ってるから嘘になってるよ。見てください、これもうほら道ないからね。ここなんかもうむちゃくちゃ狭いから、ここむちゃくちゃ狭いけど矢印で行けって書いてるんすもんこれ気をつけてね。俺両手空いてるからいいけど、ちょっとカメラさん落ちんようにね。でこことかはもう滑りやすい。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、本当に滑るからしっかりとここ持って気をつけていきましょう。いやいや、危なかった。言ってるそばから滑っちゃいました。ここからは非常に足場も悪く、矢印に沿って進んでいくだけ。周りに柵もないので気をつけるしかないんです。途中にはこんな難所も出てきましたよ。この辺とかも滑るから気をつけてよ。よいしょよいしょよいしょ、もう手すりないから、自然の木の根っこを普通に手すり代わりで使いますからね。こんな自然の手すりあります？こういうものを使わないと上がれないんですよ。ここはこのように使えるものは何でも使って進んでいくんです。さあ、最大の難所だ。よいしょ、結構下が砂でね、ザラザラしてるから、はあ、下見たら超怖え。ロープ、命綱、天の助けや、これさえあれば。よいしょよいしょよいしょ、あ、だいぶ登りやすい。このロープくくってあるのも木の根っこですからね。この木ボキって折れたらもう奈落の底ですから。映像では分かりにくいかもしれませんが、非常に急斜面で足場が滑るんですよね。ここを登ればゴールは近いぞ。目的地がだいぶ近くまで見えるようになりました。あともう一歩です。あともう一踏ん張り。さあさあ、最後の気力を振り絞って頑張りましょう。ゴールまであとわずか。この細い道を上がるとゴール。ここ怖え。こ
足元見てしっかり岩があるんやけど、両端がやっぱ落ちるようになってるから、これは怖いぞ。よいしょ。あー、しかもここ狭。あー、やばい。ゆっくり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 、いくよいくよ。さあ、ここで立てれば。よいしょ、着きました。天空の鳥居に到着しました。やっと近くに来れた。やっと来れた。会いたかった。いやー、片道約15分の登山でしたが大変でした。でも景色は綺麗ですよ。ご覧ください、どうぞ。これが天空の鳥居から見た玉野市の風景です。めちゃくちゃ綺麗ですよね。岡山弁で言うとデレイ綺麗じゃがですね。ご住職が言っていたように天の木を授かった気持ちになりました。ちなみに足元はこんな感じ。おお、怖っ。うっすら見えてるのがあれが四国です、ね、場所で言ったらあの辺が高松ですかね。県庁所在地香川県の高松ですね。梶梶強よ、香川県住みます芸人の梶くん、声届いてるか。 OK、 届きましたね。瀬戸内海の風に乗っていい声が届きました。うん、よし。じゃあのんびりするだけじゃなくて、天空の鳥居から玉野を守る神様にお願いしとこうか。よし、BS 吉本地域座号号見てねー。 OK、 無事に神様にお願い事もできたので下山をしていきましょう。実は下山の方が危ないので、皆さんも気をつけてくださいね。普通のテレビ番組って、こういう下山のシーンはカットされることが多いと思うんですが、この番組では全部見せようと思います。リアリティを追求。さあ、急斜面を滑りながら降りていきました。なんとか足取りを進めていき、危ないとこを越えて中腹のお堂に戻りましたよ。さあ、そっからさらに安全な坂道階段を降りていき、なんとか下山。降りてきたー。よかったー。あー、着いた。さっきまであっこに寄ったんすよ、あそこに。なんと下山をするとご住職が待ってくれてました。最後は一緒にいつものあれ。でも本当ありがとうございました。皆さん、天狗山の天空の鳥、ぜひ登ってみてくれればエニシング OK。